日高山脈博物館は1999年6月26日に日高山脈館という名称で日高山脈の貴重な自然を生かした展示、研究、特に岩石を中心とした道内でも唯一の施設として開館した。文字通り足元から地域の自然に目を向けてもらい輪を広げることで、ひいては地域の活性化に寄与する施設となることを目指している。 2004年10月19日に登録博物館となった。2012年4月1日には、現名賞である、日高山無薬博物館へ改称した。2018年4月には、日高山無薬博物館起用、日高山脈研究を創刊した。道の駅樹海ロード、日高内にある。常設展示は、4階までの各フロアにテーマを設けている。主たる展示は、地質学。 岩石学系であるが、登山士や登山ルートの展示、氷河地形や動物学、植物学などの自然史系の展示フロアもある。学芸員については、地質学、岩石学系の学芸員が配置されているが、日高山脈の自然、動物学や植物学などに関する普及活動は、外部から講師を招聘するなどして幅広く展開しており、館による調査研究活動や、 社会教育活動も地質学、岩石学がメインであるが、外部との協力を得て自然主計にわたって展開されている。また、岩石カッターや研磨台、変更顕微鏡などは一般にも開放されており、地質学、岩石学の研究活動も支援している。4階までの各フロアにそれぞれテーマを設けて展示を行っている。 国道274号沿い道の駅樹海ロード、日高内にある。国道237号を通行する場合、国道274号との交差点から、国道274号を帯広方面へ向かう。ありがとうございます。